小野、誘導員をかわす6番の樋口、小野は一旦下がってここは中段あたりを狙っていくか、残り600の鐘、さあ6番の樋口が今日はもう飛ばしていく、2番手は5番の宮下、ここは車間を詰めていきます、3番手は1番の山崎、その後ろ8番の松永と続いて、さあ残りが1周、6番の樋口が全開で飛ばす、2番手5番の宮下、3番手には1番の山崎、その後ろ8番の松永と続いている、5番手にいるのが7番の小野、さあ縦1列なバックストレッチ、2番手もう出ていった、5番の宮下が出ていく、2番手は1番の山崎に変わる、さあ後ろからは7番の小野が上がってくる、3番手から2番手に迫ってこようというところ、さらには3番の山本も来た、両コーナーから直線抜け出してくるのは山崎、外から7番の小野、7番の小野、3番の山本並んだゴールイン。